5月18日の記者会見での発言についてのお尋ねでありますが、5月18日の記者会見時における発言は、記者から辞任に関する考え方を問われたため、私は批判があれば受け止めるが、私自身、農林水産大臣として、状況に応じ、適切な防衛措置及び経営支援対策を講じてきたということを述べたものであります。内閣に総理大臣を本部長、官房長官と私を副官長とする法定対策本部を設置いたしました。5月19日の政府の法定対策本部において、新たな防衛対策として、移動制限区域内のワクチン接種による感染拡大防止対策を決定いたしました。また、現場からのご要望に応え、部屋的に5分の4、特約の5分の4ですが、の多くの迅速化、殺処分家畜の評価額と出会い責任の差額5分の1について、全額特別交付税を措置することを決定し、しっかりと対応しております。引き続き、政府および宮崎県が、一貫となって迅速かつ的確な防衛措置を実施し、法定の感染拡大防止に万全を期す責任で、宮崎県と実施する宮崎県全域で消毒薬の散布について全額国庫負担により支援することとしたところです。28日には隣接県全域、大分、熊本、鹿児島県に展開を出しました。また同日には製造輸入業者等に対する消毒薬の宮崎県等への優先供給を指示し、現場では法定輸入水に効果のある複数の消毒薬が適切に活用されております。現地によれば県内全域への配布決定の翌日である決定の翌日である23日から発生が確認されていた川南町から消毒薬ビルコン S 並びに同等の効果のあるフレンテおよびスミクロールの配布を開始したと報告を受けております。次に、早期殺処分されたワクチン接種家畜の補償額についてお尋ねでありますが、昨日政府の法定対策本部において移動制限区域内のすべての牛、豚を対象として殺処分を前提としたワクチンの接種とワクチン接種家畜について早期殺処分するための殺処分奨励金の交付を決定いたしました。殺処分奨励金については、殺処分前の家畜の価値が正当に評価されたものになるよう適切に実施してまいります。次に、売却対策についてのお尋ねでありますが、売却場所の確保は法定益とまん延防止の観点から発生農場の敷地内、または近隣地への埋設が望ましいけれども、川南町では発生農場周辺に及ばして一般により水が出るなど埋設埋却地の前提にご苦労されていると承知を出しております。加えて埋却場所が遠隔地の場合には、運搬料及び埋却場所のある自治体住民の理解が必要であることは言うまでもありません。農林省は宮崎県が負担した埋却地の確保に必要な借地料に対する支援、国有林野を転用しているところであるが、必要な国有地の要請があれば関係省庁と積極的に要請することを答えます。宮崎県や川南町等による埋却地の確保、
最大限支援してまいる所存であります。最後に関連産業地域支援財が受けた損失についてのお尋ねがありますが、宮崎県における工事益発生に伴う地産経営の維持のための対策については4月23日に関連対策を発表し、またその後の発生事例の増加および発生地域の拡大に伴い4月30日はさらに追加的な対策を講じるということをしたところであります。今月7日には計画局懇談会を開催し、政府を挙げて万全を期していくことで関係閣僚と確認したとともに、17日には政府の公正期対策本部を立ち上げ対応しているところです。引き続き今回の発生地域が畜産への依存度が極めて高い地域であることを踏まえ、政府一丸となって対策を適切